スタートしたら、で、なんか、あやさんの、もうすぐ始まりまピートのところに、そうですね。そうそうそう。そういうのきっかけ。ですね。びっくりしました。忘年会な、最後やって、学んだけど、全員話します。さあ、始まりますよ。はい。OK、始まりました。はい。あ、そうですか。はい。それでは、それでは、今日はですね、トイロチャンネルからの、放送でございまして、ゲストで、国久さん結構ね、もう出ていただいてますので、もうベテランゲストでございます。ゲスト、トイロチャンネルは初登場の谷さん。はい、谷さんでございます。谷さんは、まあでも開拓してくれ。谷さん、ギタリストの方ですね。まあ、アーティストの方ですね。じゃあ、自己紹介していただきましょうか。いつも通り。私、席外さないんで、ここにいてますね。国久さんか、谷さんがどちらかでも結構ですね。はい、自己紹介していただきました。それでは谷さんからじゃあ自己紹介していただきましょう。自己紹介してます。お願いします。京都の前、カジさんが出た、ギョンギャラリー、ギョンじゃない、ギョンギャラギャラリー、ミシル。谷さん、おっと、ね、ね、はい、なんか。あ、入った、入った。音が入ってこないですね。ちょっと待ってくださいよ。あと、やってるか。こっち見たら入ってるな。何か。ちょっと。私どうしたらいい？まだいけるかな。ああ、ギャラリーだ。あ、その草と葉っぱも。さん、こんばんは。ありがとうございます。そうです。ちょっとそしたら、もう一回谷さん、下向いてもらいましょうか。いや、これ、今、大体12秒、大体帰るのか。もうすぐ広い。多分ね、お店の音がね、拾ってはるんじゃん。今メイン私、そうですね。クリンカさんの方で、喋るときにミュート押してもらったら多分、ね、入ると思います。他の方が喋るときにね、ミュートボタン押してもらったら、これって、あ、パソコン、あ、そう、OKOK。そういう感じで。じゃあ、谷さん、いけますか？喋りますか？改めて、はい。はい。生放送ですね。はい。東京に住んでおります、はい、シンガーソングライターやっております、谷秀樹です。よろしくお願いします。ああ、お願いします。恐れ入ります。よろしいですか？他には。他には？はい。一緒にコラボを共します、国久真由の、はい、ニューヨーク時代からの友人です。すごいな。ニューヨーク時代からの友人っていうのはすごいですね。2007年からですかね。はい、2007年からじゃあもう 10年来か。10年以上ですね、気がつけば。はい。何で出会ったんですか、お二人は。何で、だから、僕がニューヨークで活動してる頃に、まゆも、はい。ニューヨークで活動してたのかな、はい、んで、スパニッシュハーレムっていうエリアがあるんですけど。はい。谷さん、もうちょっとだけマイク上がりません？もう無理ですか？もう限界ですか？もう。もう限界ですかね？いや、今マックスぐらい上げてるんですけど。あ、マジですか？了解です。OK です。じゃあ、大きめの声で。だからスパニッシュハーレムっていう、ニューヨーク駅に、一時その日本人の、が集まるドミトリーみたいなのがありまして。はい。ここに僕が泊まってた時に、まあ、シェアハウスみたいなところに、ああ、なるほど、なるほど。に、まゆも泊まりに来た時に、はい。向こうでやっぱり当然英語喋るんですけど、はい。関西弁喋ってたんで、あ、関西に、ね、で、
ああ、なるほど。だかーって言うから、うん、あ、俺ミュージシャンやねんっていう感じで。おお。でですね、いろいろ、眉がその、ものすごいでかい絵を持ってきてたんで、うん、今、その、ユニオンスクエアってところとか、ストロベリーっていうところとかで毎日歌を歌ってたりしたんですけど、おおほほほほ。大きい絵を、セントラルパークでに持ってきたりから、はい。行ったりとか、はい。そういうことを向こうで出たっていう感じですね。はあ、めちゃくちゃすごいじゃないですか。まあ、なんですかね、はい。え、何年ぐらいいてはったんですか？何年っていうわけじゃないんですけど、まあ、2007年から2009年までの間の2年間のうち、はい。はい、まあ、東京なんですけど、東京とニューヨークを行ったり。先日ね、はい、まあ、見ていただいたかもしれないんですけど、ギタリストのね、木村桃さんって言ってましたね。はい。ね、はい、まあ、彼女もそのニューヨークに何ヶ月か行って、やっぱりね、その時のこう、影響っていうのがね、すごく行っててよかった。いや、ねえ、そうですね。はい。ねえ、いや、もう全然、全然もうわからないんですけど。今こういう時からしばらく行けないっていうのと、はい、やっぱ、はい、状況がなった時に向こうのアメリカ人の友達からフェイスブックやってる、うん、はい、大丈夫かみたいな、ああ、メッセージが来たりとかして、うん、あ、これは世界的なことなんやなっていうことをすごく実感したし、あ、まあ、でもね、ニューヨークも大変でしたもんね。今も大変なんかもしれないですけど、別の問題で、その、あ、別の問題で、あ、今別の問題で、あ、コロナじゃなくて、まあ、じゃなくて、ちょっと別の、雲とかの問題ですごい、アメリカ都市がいろいろ、大変なことになってるみたいで。あ、なるほど。いけないですね、今。ああ。そうなんですね。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、国枝さん続いて。続きまして、自己紹介タイムでございます。まあ、国枝さんもね、そう何回か出ていただいてますので、皆様もご存知の方多いと思いますが、お願いします。ご存知ですかね。はい、神戸と大阪を拠点に、はい、絵を描いてます。腕の、うん、長頭まで、ストロークを使って、はい、半円を、はい、重ねていくような抽象絵画を描いてるんですけど、で、今は、今日はちょっとうどん屋さんから配信してるんですけど、ちょっと生田神、ちょっと三宮の、ちょっと屋台みたいなところから配信してて、ちょっと友達がいて、それはなぜかって言ったら、今ね、これコロナ対アラマビエ展っていうのを、北の美術館でやって、はい、それの皆さん帰りで、短いやってます。あ、これなんか見たな。これ、そう、コロナ対アマビエ展っていうのを、実は、はい。あ、そうか、昨日ね、これあそこ、はい、あれ、これってね、王子公園の横かなんかちゃいました。違うんですよ、王子公園の横ではなくて、これね、北の偉人館街にある、はい、北の美術館というところなんですけど、実はこのコロナ対アマビエ展っていうのは海岸通り、はい、まあ、神戸知ってる人だったらわかるかもしれないですけど、海岸通り、海岸通りのところにギャラリー Q っていうのがあったんですが、それがコロナの影響により会期ちょっと始まってすぐに廃業、閉廊してしまいまして、コロナの影響で、そう、それで一旦は中止になったんですが、この北の美術館さんのすごい協力のもと6月から復活しまして、ちょうど6月1日から始まったところで。なるほど。そうなんです。はい。で、今80、あ、
今81人の作家さんが150点以上の作品がここで見れるっていうところで、北の美術館もすごい、昔の洋館を改装したような美術館なんで、はい、敷居は高くないので、フラッと、まあ、今天気良くなったりしてるので、はい、いやこれ、昨日ちょうどね、新神戸の横奥まで通ったんですよ。なんかこの絵を見た気がする。新神戸、はい、あ、嘘。そうそう、だから昨日ね、王子公園、昨日ね、仕事で神戸に行く予定があって、で、王子公園から新神戸に、はい、ずーっと海の方に向かって、走ってるんですけど、なんかこの絵を、なんか今、なんか、あれと思って。見た。なんか見た気がする。ほんまですか。なんかどっかにチラシがあったのかもしれない。なんかね、掲示されてたような気がするな、何かに。あ、本当ですか。嬉しいです。まあ、そうそう、あの、会期がこれもまた延長されて、6月の29日まで、無休ですよね。はい、無休でやってます。これは、はい、国田さんの絵も展示されてるんですか？あ、そうです。私のちっちゃい作品も入ってます。というと、もしかしたら、行ったら会えるという可能性もあるんですか？そうですね。土日は大体いるようにしてます。まあ、今日も一応いたんですけど。はい、ああ、それで神戸にいたんだ。あ、そうなんです、そうなんです。今日神戸に。はい。よかった。いろいろ話できたらな。順調に頑張ってありますね。なんか、まあ、マスクつけての来館になるとは思うんですけど、はい、一応アルコールスプレーとか用意したりして、まあ、館内も風通しはいい場所で、はいはい、カフェも併設されていて、まあ、ワッフルやアイスクリームが美味しい店なので。ほうほうほう。はい、はい、視聴者の素晴らしい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、実は先週、あの、私の YouTube チャンネルから、あの、3人でライブ配信させていただいたんですが、ちょっとあの、ハプニング発生でね、冒頭の3、40分を棒に置いてしまったという、あの、国人さんと谷さんのね、普通の友達の会話が放送されているという、ね、放送事故枠になってしまったんですけど、そのライブ、はい、生配信とか、はい、あんまり慣れてないから、はいはいはい、なんかようわからんままずっと眉毛されてたいう感じおらんようになったっていうことでああ、なかなかないですよね、あんなね、初めてですね、もんなんかなと思ったら思わなかった、はい、ちょっとコメント言います。ハッピーさんからこんばんはと、長尾さんからこんばんは、ピーロさんからこんばんは、お疲れ様です、ハッピーさんからパチ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 と今いただいております、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、まあ、あの今回の模様はまたあの私のチャンネルの方でもアーカイブはまた流しますので、はい、よろしくお願いします。はい、あの谷さんのねギター弾いてほしいなと思ったんですけど、厳しいですかね、もう大丈夫じゃ今すぐですか、今今行けますかあ、来ました、あんまね、もう夜遅いんで、あ、今ね周りにいる友達も YouTube 見てくれてます、はい、ああそうなんですか、そうです、ありがとうございます、あ、映って大丈夫ですか、皆さん大丈夫、大丈夫ですかチャンネル登録お願いします、チャンネル登録谷さんチャンネル登録お願いしますあ、谷さん行きましょうか、じゃあ谷さんお願いします、はい、じゃあ、最近ですね、はい、活動として、はい、フライングフリーセックスという映画の主題歌をやったんで、それの歌おうと思います。はい。の声ですが、お願いします。お願いします。
終わりですか。終わりです。素晴らしい。27秒の曲で。え、そうなんですか。そうです。Apple Music でも iTunes でもあります。ほほほほ。本編が15分なんで。なるほど。パート2のクラッシュ6ネバーゲインっていうのは43分で2分の曲にしましたけど、それのバージョンもまたあります。いやーいや、すごいかっこよかったあれと思ったけど、いや今はそのそれこれ映画館でやったんですよ、2年前に。はい、でその2年前っていうのは、まあ、前の放送でも言いましたけど、うん、カメラを撮るなというインディーズ映画が大ヒットしまって、うん、はい、映画史に残るぐらいインディーズ映画というものが出た、うん、年だったんですけど、その映画が公開された同じ頃に同じ映画で、はい、クライムフリーセックスという15本の映画が公開されたら、そのインディーズ映画ブームに乗ってバンとすごく大ヒットした映画でして、でもその歌をやったんでしょ、谷さん。主題歌を僕が。すごいじゃないですか。その2年前それをやりまして、はい、そのパート2のクライングフリーセックスネバーゲンっていうのも完成して、主題歌続投しまして、はい、それもまあ一応ヒットしまして、おお、ほんともユーネクストで絶賛配信中です。ものすごいものすごい見られてるみたいです。いやいや、今年はあのシリーズパート3にあたるスペースクライングフリーセックスという映画がインもしているようで、はい、はい、主題歌をまたさらに続投することが決定しております。あ、またそうなんですか。はい、だから最近はその映画の主題歌の人としてはい実施されていることが多いです。おお、すごいじゃないですか。あのびっくりしております。いやいや、ミュージシャンライブ活動して、あの、はい、最近は年に1曲ぐらい配信で新曲をしまして、はい、こうアルバムは CD で2枚出してるんですが、はい、あといろいろな活動、ライブハウスでライブをしたり全国ツアーをしたり、はい、ライブをしたりとか、まあ、ミュージシャンとしての活動を、まあ、メインにやっていまして、はい、映画に出演したりとか、うん、ドラマの劇版のボーカルを担当したりとか、アニメの劇版のボーカルをやったりとか、うん、まあまあそういうことをやっている中で、そインディーズ映画っていうのは20代の頃からいろいろ絡みがあってやってるんですけど、はい、上田慎一郎監督もまあ知り合いだったんですよ。まさかああいうふうに全国的に日本の映画史を残す変えるぐらいの大ヒットが急に起こる、思わなかったっていうか、まあ起こってしまったんで、うん、まあこの我々の界隈が急にこうバーッと注目されてしまってびっくりしてました状況で、はい、いやすごいじゃないですか。はい、まあそうなりながらもこうやってこういう状況になったんで、はい、映画の撮影とか、できなかったり、今日か昨日、あ、そうか、そっか、それ、あ、その影響でね、あの映画館もやっと開くわけなんで、はい、でライブハウスもまだ開いてないようなんで、まあ、基本的には自粛をするんですが、はい、はい、いろんなことを動き出しているきっかけとして、うん、マユと喋ってたらこういうことを、うん、YouTube、 あ、 YouTube に登場とっていう感じで話してたとこ、Zoom とかやってるからっちゅう話してたとこで、あ、はは、はっていうという感じです。なるほど。先週やってみたら自己放送になってしまったと。
でしょうね。テレビの MC もやったりとかもしたことあったんですが、はい、あ、そうなんですか。あの、ユーストリームっていうのがメインで媒体、あの、はい、生配信の媒体だったことですけど、はいはい、まあ、それ以来ですね、こういうことを、しかも家からっていうのが初めてなんで、ああ、はあ、はあ、面白いです。面白いですか。まあね、もし、あの、コロナがなかったらね、まあ多分私もやってないですわ、おそらく。そう、急にみんなやっぱやりだしましたもんね、こう、生配信。そう、そうですよね。もう、皆さんね。だから、これ理由っていいのか、先週もあれ言ってたんですけど、はい。7月に、うん。はあ、まだ解禁したらあかんのかもしれないですけど、はい。あの、ワンマンライブをします。え ?7 月に ?7 月に。あっと、大丈夫ですか、こういう状況で、はい。なんで、配信チームがついて、配信ライブになることになりそうです。あ、配信ですか。だから逆に言えば、どっからやるんですけど、うん、はい。だからでも、はい。チケットさえ購入すれば。あ、なるほど。多分 YouTube ライブになるんでしょうけど。リモートでするってことですね。どこからでも見れるように。ただちょっと、全体的に、全部決まってないで解禁してなかったんですけど。ああ、それ、無料でされるんですか？無料で？そう、なんかオンラインでチケットでですかね。はい。そうですね。今、その、やる予定やったライブハウスといろいろこう、話し合ってます。あ、なるほど。今、進行中ってことですね。でも、まあ、そろそろ、僕の SNS、Twitter、はい。等で、解禁、詳細を解禁する日が、そろそろあると思います。あ、もう解禁しちゃったじゃないですか、今日。はい。あの、見るところで言うといた方がいいかなと。あ、なるほど。おお。いや、あのね、谷さんのね、YouTube ね、見せてもらったんですよ。はい。あの、焼いてるやつとかじゃないですよ。あの、音楽のやつを。裏返しシリーズって何か言うたら、そうそう。その時に、とにかく自炊をせなあかんと思って、ステーキを焼いてるところを、ジャーって裏返す、ジューって、ねえ、30秒ぐらいの動画をアップしたら、いや、と言い出して、あの、緊急事態宣言中は、ずっといろんな肉や魚を裏返してる30秒上げまくって、ね、やってありますね。一応解除されたんで、46本最終的に上げました。いや、あの、谷さんの音楽ね、かっこいいですよ、皆さん。あの、ね、来ておられる方ね。ちゃんとやってます。あの、ちゃんとやってるのをね、聞かせてもらったんですよ。はい。ね、なんかプロモっぽく、プロモですよね。間違いなくね。はい。あの、うん、今よりもうちょっと、10キロぐらい太ってて、髪の毛が。ああ、そう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 。はい。結構でもサウンドもなんか重たい感じやってね、俺なんか想像してたよね。あ、そうです。ね、まあ、基本的にライブはアコースティックが多いんで、はい、ほぼほぼなんですけど、音源にするときは一応 DTM ですが、はい、基本的にはバンドサウンドにして。うん、いやー、本当にびっくりしましたわ。ちょっとイメージがちゃうかってね。もともとバンド上がりなんで。あー、なるほど。もう亡くなりましたけど、ナンバーロケッツとか出てましたね。あ、ナンバーロケッツ、私も取り出てましたよ。はい。あの、何回のね、公開したの。あ、そうですね。もうね、懐かしい。もうだいぶ昔だけど。僕もだから、東京来たのが、もう来てから23年目なんですよ。おう。だから、こっちの方が長いんですよね、僕、実は。もうあ、ああ、だから、もともと大阪ですもんね。大阪の枚方なんです。ああ。枚方市です。枚方、よく行ってました。はい。はい。
はい。いや、そうですよ。ほんとね、谷さんのね、サウンドかっこいいんでね。前ね、安さん TV の方にね、谷さんの YouTube のリンク先貼ったんですけど、またこちらにも話していただきますので、はい、ぜひ一度皆さん、谷さんの音楽を聴いていただきましょう。インスタグラムやってますんで、そちらもぜひぜひ。おー。ありがとうございます。さあ、じゃあ、国久さん。はい。切り替え式なんですね、今日は。ちょっとね、音が入っちゃうでしょ、この、はい、ね、どうしてもね。まだ、まゆはこういうピアノがどうなるかあんまり考えずにやってきたタイプだ。大丈夫かなと思って。大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですよ。国久さん、前ね、Facebook で、はい、絵をね。そんな聞こえます？大丈夫です。はい。周りの音は結構聞こえますね。あ、ほんまですか。うん。はい、まあ、でも大丈夫ですよ。大丈夫な範囲。大丈夫な範囲で。大丈夫です。大丈夫な範囲で。ね、展示してるのを見ました。東大阪の分かな。あ、はい。結構直近やった。そうですね。図書館の、そうですね。ね、これ、昨日シェアしてたのは、ロックを見た、はい、あ、安さんともロックを見た後で知り合ったんですけど、はい、取材しに来てくださって、はいはいはい、そのロックを見た後で、毎日、はい、まあ、ほぼ毎日じゃないけど、書いてて、うん、で、その時に知り合った自転車を乗る方がいて、この人も、八尾、ね、六甲山ってすごい自転車乗りが多いんですよ、ね。山までずっと登ってくる、ヒルクライムっていうのが多くて、はい、私すごい自転車に乗る人興味があるんですけど。え、そうなんですか。いや、なんであんなことできるかなという感じ。普通に、なんか、人間じゃないっていうか、なんか、できひんから。なんか、すごいなと思う。どうやったら、はい、山ですよ。山、道路があるとはいえ、はい、山まで自転車でこう登るってすごいなと思って。で、うん、確かにね。じゃあ、その人がな、あの人たちもアート作品を見るみたいで、はい、朝の、あ、なんか止まってる。大丈夫。朝のそんなにお客さんが少ない時とか、自転車乗りの人が結構来てて、はいはい、で、喋りかけたらちょっと意気投合してしまう。うん、というのも、私の作品のタイトルが BPM っていうタイトルだったんですけど、うん、はい、それは心拍数の単位なんですけど、はいはいはい、音楽のテンポっていうのもあるんですけど、やっぱりその、はい、自転車乗りの人もその心拍数結構気にしていはって、うん、はい、そのやっぱりハイになるとすごい上がってきてとかいうので、うん、私の絵も結構そういうところがあって、はい、すごい没頭していくと、ずっと集中して描いていくと、やっぱ心拍数が上がってくるから、こういうタイプのスタンダードっていう話をしてたら、うん、なんかちょっと共通するもので、しかも私の絵も円なんで、うん、で自転車もこう点点なんかスタータイヤ、そうそうそう、はい、繰り返しで、やっぱリズムの運動というか、うん、リズムに乗ってどん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 っていう風にやってで、共感するところがあって、はい、結構仲良くなったんですけど、で、その、はいはい、でその人が東大阪の八尾の図書館の方に見に来てくださって、うん、それ、あ、そうなんです。で、インスタに上げてくれたので、それを今日はシェアさせてもらって、やっぱそこまでね、なんかイベント終わってからもこうやって、他のところで見に来てくれるっていうのは本当に嬉しい。うん、結構、自分の中では特殊な絵を描いていると思っているので、
はい。はい、例えば、風景画とかお花とかの絵ではないので、その結構マニアックなファンがいるのかなって自分でも、なるほど、はい、思っていて、そういうふうに、はい、意味まで汲み取って、追っかけてくれるっていうのはなかなか少ないです。やっぱこうパフォーマンス要素が強いし、縁がたくさんやなっていうので見てる人が、まあ、それでもいいんですか、はい、嬉しいです、ね、でもね、すごい写真でしたよ、出して見たの、フェイスブックで見たの、今その画像が出せないんで、なんとも言えないんですけど。ちょっとあの、コメント来てます。ハッピーさんから、終わったって来てます。これあれですね。谷さんの曲が早く終わったんで、多分。もう終わりかいみたいな感じで。で、ハッピーさん、グッド、グッド評価しました。グッド評価しました。ボンさん、ヤスさん、クニーサさん、タニさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日はヤスさんいてる。はい、今日は、いてますよ。今日は大丈夫ですよ。あ、で、ハッピーさんとボンさんが、挨拶されていますね。ありがとうございます。もうどうですか？もう結構コロナも出てきてるとは思うんですけど、もうそろそろ、本格的に。でも東京ね、東京、今日また、30人で出たんですよ。だから、東京アラートって言うて、東京アラートね。何がそうなると、ちゃんとしたものがいる気がする。作ります。作りましょう。ちょっとだけ静かにしてます。すいません、皆さん。聞こえてない。あ、ごめんなさい。谷さん、ごめんなさい。もう一度お願いしていいですか。いや、別に東京アラート。大丈夫です。聞こえてます？大丈夫？あのね、ミュートしたら大丈夫ですね。あの、はい、ミュートしてもらったら行きます。大丈夫です。はい。まあ、なかなかね、またなんかね、嫌な予感しますけどね、ちょっと。ぶっちゃけその図書館とか映画館とか美術館とかは、うん、まあまあまあ空いて行ってるんですけど、はい、僕の活動拠点は。ライブハウスなんで、うん、ライブハウスは最初にダメって言われて、はい、ああ、そうでしたね。これからもどうなっていくのかわからないですけど、うん、だから、うん、だから音楽のあり方っていうのも、僕ら世代は CD を買って聴くっていうのが、はいはいね、あったのが、もはや配信 Spotify とか、うん、で音楽聴くっていう、うん、のが主体になってるし、ライブさえも、うん、こう配信、ぶっちゃけ配信ライブがすごく増えてるんで、僕の周りにいても、うん、はい、まあ僕のライブも配信になりますみたいな話したんで、ライブがこれから変わっていくのかなと思うし、うん、でもリアルには勝てへんやろなとか思ったりとか。いや、それはね、もう絶対叶わないですよ、リアルには。でも、こう、ディスプレイ 8K、うん、16K になって。ああ、なるほど。で、はい。3D。はい。で、専用の椅子とかが出てきて、4D Max とかが。おう。5G がもし、うん、普及すればなるのかなと思うと、ライブ、そういう風になっていくのかなと思うと、ちょっとこう、すごい未来に来たなっていう。ねえ。もしなったらですけど、一番、それは、だから、ライブがいいのはいいんですけど、うん、はい。リアルっていうものが、さらに価値の高いプレミアム化してくるのかなっていう。あ、なるほどね。が、僕の勝手な、こんなこと言うていいかわからないですけど、さらに貴重な体験となっているっていう気が しているような、していないような感じです。いや、でも本当ね、まあ、コロナがなかったら多分ね、
まあ、こんなことにもなってなかったでしょうしね。ほら、よく言われる、言われません、コロナ前とコロナ後でね、最近ね。まあ、アフターコロナ、ウィズコロナ。うん、アフターコロナね。はい。だ映画館も空いてるみたいなんですけど、やっぱり、はい。密になるみたいなんで、ああ。半分ぐらいしか、キャパ入れないみたいなことをしてる。あ、なるほど。ちょっと間を、座れないようにして。ああ。なるほどね。すごい時代ですね、でもね。そんなことになったら。エンタメ時代が、リアルは、さっきも言いましたけど、プレミアム化、より価値の高いもんっていうふうになっていく、なってきてる兆候なのかなって、ちょっとだけ感じてます。はい。ああ。そっか。国久さんどうですか？画家としてはどう思われますか？アフターコロナ、はい、今からのことですか？どうなんでしょう、リモートでされてる画家さんとかっていたはるんかな？リモートというか、なんか美術館がね、はい、そうですね、なんか私のあれが、はい、どうですか？あ、そういうのは聞いたことないですか？そういう画家さんとかね、アーティストの方でね、プージャーとかで待ってるじゃないですか。あ、そうですね、バーチャル展覧会とか、うん、ウェブの展覧会をしてるっていう、インターネットの展覧会をしてるっていうのは、はい、ありますね。でもやっぱりそれを開けるかどうかっていうのはなかなか難しいところと、うん、まあ気軽に何をしてるかっていうのは見れるっていうのと、うん、あと、トークイベントなんかは、はいはい、こんな感じ、Zoom とか YouTube のリンクが貼られてて、うん、ここで開催していますっていうことで、うん、まあ気軽にトークイベントとかには参加できるようにはなってるかなと思います。なるほど。例えば前だったらやっぱり行けない、関東で行きたいトークイベントに行けないなっていう時に行くことができたりはするんですけど、うん、でもやっぱり展覧会とかの魅力っていうのは、作品見に行くだけではなくて、やっぱり誰かと話しに行くっていうのが結構いいと思うんですよね。うんうん、作品はまあ見るは見るけど、そこでたわいもない話をしてたりとか。まあね、確かにね。そのやっぱりこの便利な世の中って抜け落ちるものがすごいたくさんあると思うんですけど、うん、その、まあ、このオンラインになったからとかではなくて、まあ、前からきっとその消費社会とかスピードを重視の社会って、うん、そういう取りこぼされるようなものっていうのを、はい、なんかこうみんな見て見ぬふり、まあいいかっていうか、うん、それが大事だっていうのを今回で気づいた人が多いかなとは思いますね。なんかいろんな時間を共有する方法、共有することですね。やっぱ会えないってなると、ね、うん、遊べない、ご飯一緒に食べれないってなったら、うん、あ、うん、大事だったんだなっていう、隙間時間、うん。そうですね。はい。当たり前のことがね。なると思うんです。うん、そうですね。で、なんかその展覧会とか美術館っていうのは、それをわざと作ってるような場所な気がしてますね。あ、そうそうそう。その抜け落ちてる部分。わざとね。わざと、だから言ったら、その、普通のところだ、普通の社会というか、衣食住だと、うん、いらないわけじゃないですか、その美術館なり、はい、そうですね、まあエンタメの世界ではあるんですけど、うんうん、遊園地でも何でもそうかもしれないけど、そうやってわざと演出ではなくて作ってたところがやっぱ大事だなっていう思うので、これから、うん、しっかりとやっていきたいなと思う。だから、そのトークイベントとか、やっぱり便利になったところはね、それはそれで活用して、うん、あ、なんかね、やっぱアーティスト主体で、アーティストの、はい、アトリエを Zoom 使って巡っていって、中継するみたいな、はい、すごい小規模で、そういうのが発生したりはしてます。はい、
あ、そうなんですか。はい、いつも見れないとか行けないとかあって、なんかそれでアトリエ紹介みたいなのがあったりとか。あ、そんなのもあるんですね、やっぱりね。あるんです、はい。なるほど。わかりました。はい。はい、そっか、どうですか、なんかありますか、近々。もう何回もクリスさん来てもらってるんでね、聞くのもあれなんですけど、こう何か直近で予定されてることありますか。まあ、直近では、その今、コロナ、まあ、BA 展やってるのと、はい、はい、そうですね、これが今、開催中っていうのと、まあ、図書館にある映画図があるのと、うん、はい、もしかして秋に個展をするかもしれないっていう話を今、聞いてて、また、Facebook か Instagram とかでお知らせしたいなと思って。まだ具体的には全然なんで、かなりたくさん。あ、そっか。まだちょっと、はい、決まって、オフレコっていうか、ね、あ、まだちょっと計画段階、はい。関西やとは思います。あ、なるほど。はい。はい。楽しみですね。ああ、配信はちょっと難しい。わからん。ちょっとコメント来てます。大阪から、東京は感染者アップ、愛知はリコールでやばそう、ボタンからピアノの、コンペティションもリモートで開催するそうです。あ、まあ、やっぱり、まあ、リモートですよね、今はね、もうね。そうか、じゃあ、谷さんから、谷さんにはどうしてこういうのご予定と告知をございます。そうですね、まさか、ギリギリ大丈夫ですか。日が先に、日が先に1時すると、はい、映画クライングフリーセックスシリーズのパート3のスペースクライングフリーセックスが撮影するんで、はい、今年今年の夕張国際ファンタスティック映画祭に向けて完成させるって言ってるんで、ほうほうほう、夏8月なんで、それもまあオンラインだったらしいんですけど、映画祭自体は、はい、まあ、そこで発表となるのかなっていう感じです、はい、だからそうですね、全てが今オンラインになるんで、はい、でもまあ多分映画館でもやると思います。はい、そういったこともまた僕のツイッターとか、インスタとかでいろいろと情報を発信していく、まあ、いきますので、はい、今まだ完成はされてないですよね。はい、まだ完成はされてないんですよね。完成されてるんですか。映画は全然完成まだですよね。ですよね、その影響でできてないですよね、はい、今ね、コロナ前からはい、作ります、クラウドファンディングしますっていうことの段階からもうナタリーに取り上げられまして、そう、何もできてないのにこんなに言われてもっていう感じなんですけど、しかもこういう状況になってて、すごい頭使って今制作している状態で、でも頑張って作って皆さんに楽しんでいただけたらと思っております。お、はい、すごいですね。いや、いや、面白いのがやっぱこう、うん、生でこうやって配信をしたりとか、はい、とかで、僕は音楽家ですよとかいうふうなことをこう、うん、いろいろしてる、うん、いろんなツール使って、はい、行くし誰でも発信できるようになったと思うんですけど、うん、やっぱその音楽というよりも人間性を見られてるような感じがして、うん、最近、はい、はい、それがこう非常に面白いなと感じながらやってます最近は。あ、はい、深いですね、さすがですね。いや、本当ね、いや、最近ね、私もね、今オンラインでね、リモートライブさせてもらってますけど、
本当ね、音楽家の方とかね、こうアーティストの方が非常に多くてね、マクニーソーさんもはじめ。なんかね、まあ、なんでこうなってしまったのか、ちょっと自分でもわからないんですけど。ギターを弾いてたか、ルー動画が上がってるからじゃ。いませんね。そうそうね、私もね、そうそう、ギターとかね、まあ、アートね、多分興味があったので。ね。いや、嬉しいですわ、ほんとね。あのだから、なかなかこう、一回前と何回か喋最近こうやって喋るようになってから喋るんですけど、うん、やっぱこう、はい、なんというか、うん、こういうことをやってこうなんですよっていうよりも、やっぱり、あ、こんなこと考えるんだ、面白いっていう、の方が、シェアをがあるんだなっていうのが、うん、まあ本来ならもっと若い頃から気づかなあかんことないんだけど、こう あ人間性見られてるんやっていうのがあって、うん、そういうことを今の若い人たちはうまく自己プロデュースしてるなぁと思ってて、あ、なるほど。こう聞いてもらうため、はい、どういう人間であるかっていうようなことをちゃんと同時進行でやってることがすごい、うん、新しいな。いや、最初はそうだったんでしょうけど、すごく感じます。あ、なかなか深いですね、なんかね。あの余計なこのネクラなんです。いや、まあでもすごい大事じゃないですか、それって。まあ当然ね、まあアーティストなんでね、まあ作品は第一だと思いますけどね。まあこう、やっぱりよりこう、人間性を知ることができたらね。そうですね。だから、うん、こう、もっとこう、深みに入れるというのか。まあ、それを含めて、今、うん、いろいろ活動する。まあでもそういう意味も含めて、あの、YouTube チャンネルがあるんですよね、何ですか。そうですね。それはだから、そうですね。驚かされました、谷さんのチャンネルには。いや、だから、多分、眉とか僕の、いや、僕は、だから普通に結構ちゃんとロック、ポップスでやってるんですよ。うん、はい。なんていうか、それ。ロック、インディーズなんで、はい。すごい自由すぎる部分が僕にもあって、うん、はい。ここがちょっと気持ち悪がるのかな。あの、若い頃から感じてたんですけど。あの、前のやってることとかも、僕ニューヨークで会った時、うん、この子はもうエネルギーが溢れとると思って、あ、だからこういうでかい作品をやるんやなぁと思って。ニューヨークにいてる時も、ああいう、今の。飛べない鳥っていう作品を。あはははは。はいはいはい。それをなんかね、モマに持っていくとか、なんか、うん、壮大なことを言うてて、ほんまにそれで行こうとして、うん。あの、でっかい絵を持ってエンパイアステートビルディングに、うん。一緒に登ったりとかして、なんか。あ、そうなんですか。一緒に行ったんですか。特で前は活動的やったんで、ずんずん進んでいってたんで、あ、この子はもしかすごいな、才能があるのに、うん、行動力があるなっていう。その時は、それ、どんなぐらいの絵やったんだよ、それは。あれも、いや、今だ多分3メーターの。そう。いや、2メートル、なんか飛行機でも。持っていけるようなサイズで、2メートルから10メートル、15メートルぐらいの。めっちゃでかいじゃないですか。いや、だからそれをセントラルパークに広げようと思って、今、どっかニューヨークでヒラヒラさせて、パフォーマンスしようと思って、うん、いやな、どっかに展示して、ニューヨークに行くならやりたいと思ってて、うん、はい、って持ってたんですけど、うん、セントラルパークとコニーアイランドに、はい、
え、セントラルパークでやったんですか、それ。やったんです。はい。すごいな。まあ、ロフトにめちゃくちゃ上手くて。ニューヨーク、すごい、すごい。ところの、うん。パランみたいなところです。いや、すごいですね。ほんま、なんというのか。なんかね、そういう、結構、なんていうか、なんかできるって思って行ってしまうところがあって、うん、ドイツにもそういう感じで行ったことがあったんですけど、ドイツも行ったんですか？はい、ドイツの、ドイツに国際美術展の5年に1回開かれる国際美術展があって、ドクメンターっていうのがあるんですけど、そこに歴代数々の大御所のアーティストは勝手に行って勝手に展示したりしてたんですよね。そういう話、エピソードほど読むわけなんですけど、はい、私もやろうと思ってなんか2007年だからニューヨークに2007年の冬に年末に行ったんですけど、その夏にはドイツに行ってて、ドイツに絵の具と筆だけ持って行って、はい、そこら辺、まあ、国際美術展開催されてるから周りにまあ若い人たちがスペースを作ったりしてて、うん、まあ、発表する場所も、それこそ泊まり込みでね、例えばドイツの田舎やから、ドイツのベルリンから学生たちが来て、そこで民宿 B&B を運営しながら、まあ、お金稼いできながら、そこで展覧会の発表、作品の発表したりとかしてたりするとこがあって、はい、で、たまたま私、もうちょっとぼーっとして、公園でぼーっとして、まあ、近くでぼーっとしたら声かけられて、やるって言われて、はい、や泊まり込みで作品作って、そこで発表したりとかしてたんですけど、てかそれはもう向こうで絵の具だけ持ってたので、作ってやるっていうのをやってました。なんかそういうのは勢いですよね。いや、勢い。なんかあっちこっち行ってますよね、本当ね。そうですね。この一番最初の時、南米の話してました。そうそうそう。城がわからんからって南米行ったとか、まあ、私の描く絵がモロッコ砂丘に似てるからって言って、サハラ砂漠に絵を描いてたりとか、はい、なんかとにかく、それがもしかして次の絵、私が今疑問に思ってることのヒントになるんじゃないかって思ったら、うん、お金と時間があるなら行っちゃうっていうのを思いますね。まあだから、まあそれは分からないことでいいけど、はい、まあ、展示とかしたらどうなるんだろうっていう。うん、言葉もわからなくて、ドイツとか、うん、そこでしたら、うん、なんか本当に絵だけで通じるのかっていう、うん、はいはい、音楽でも何でもあるとは思うんですけど、うん、それで行っちゃいます。あ、でももう今ちょっとね、大人なんで、そこまでしてる。今仕事もらってとかがいいので、はいはい、そこまで自由しないんですけど。高い人はそういうことをやっといてよかったよな。はい。我々はそう思います。ユニオンスクエアでパスポートを受けた。プロデューサーの人にスカウトをいただいて、ジェローソンっていう、それを書くイベントだったんですけど、そのステージでお客さんが全員ペインターの人たちで、それをその中でステージでみんながモデルさんとかがいろいろポージングをしたりとかするイベントで、はい、
僕が歌を歌っているという、うん、的なイベントに向こうでは定期的に出てました。なんか面白いですね。やっぱ向こうのそういうアートに対する、うん、受け入れ体制というか、うん、それに対してドネーション、はい、発生するのは当然という感じ。あ、そうなんだ。あるので、うん、まあ当時というか、うん、面白いなと思いました。あ、ビジュアル的な人からというか、そのアート音 楽,、はい、音楽業界というものも、うん、そう、技術世界の人に、うん、時にこう一番最初に見つけてもらったのはちょっと僕にとっては非常に嬉しかったことです。あ、はい、まあ、すごいですね、興味深い話が。ねえ、いや、なかなか、うん、まあ、自分ではね、なかなかこう想像できないようなお話が、ね、お二人から聞けるので。でも、もちろん、いろいろなことを若いうちにこうバン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 っていうのが。ああ、なるほど。今でもだから、うん、前と同じで、こう。はい、そういう制作の案件をいただいて、なんかよくこうアーティストさんにこういう細かい注文をするのは申し訳ないとかよく言われるんですけど、はい、はい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 、それは依頼で依頼主様の理想になるべく近づけようという別の気持ちになるので、そのオリジナルを創作するのとは、はい、うん、まあ、それで徹底的にその依頼主さんの出ようといつも努力をしたりします。あ、なるほど。はい。そうなんですね。大人になってからですけど。大人になってから。俺はねとかあったかもしれません。コメント言います。あ、小塾玉さん、皆さんこんばんは。ちょっとお邪魔しますと。ボンさんとハッピーさんの、挨拶ですね。ご挨拶されています。ありがとうございます。はい、今日は前にね、やっさん TV で出てきました。谷さんと、クミーソさん、再びご登場いただきました。前回がね、私がね、もう冒頭から3、40分消えるというアクシデントがありましたので、まあちょっとね、ゆっくりね、話聞いてみたいなと思いましたので、今日はこちらから配信させていただきました。ちょっとね、YouTube のね、ちょっと調子悪かったんで、今日はトイロチャンネルから、配信させていただいております。まあ、アーカイブはね、まだ私の方からもあげますので、またよろしくお願いいたします。はい、いや、今日ね、ありがとうございました。本当にね。お時間ですか？はい、もう1時間になりました。ちょっと。いや、いいですよ。最後にちょっとだけ、はい、いらん、いいですか？いいですよ。画面共有しても大丈夫ですか？あ、いいです。どうぞどうぞ。はい、やってください。はい。できますか？できないっぽいですね。え、できない？あれが、ホストがあれやわ。多分設定かもしれないです。ホストが出席者の画面共有も購入しましたってなってるから、多分、設定かな。お？なんかありますか？ちょっとあれかな。ちょっと待ってくださいよ。設定で。そのやりたい。はい、ごめんなさい。設定。画面、あれ画面共有できなかったけどな。なんでやろう。できなさそうだね。できなさそうですか？ちょっとできなさそうです。なんか前もね、一回谷さんと試したときにね、私がホストやってできひんかった。あ、そうなんですか。なんか設定、そう、設定かもしれない。あら。どうでしょう、まだ、ちょっと待ってくださいね。はい。私は大丈夫です。これでいけるのかな。どうでしょう。あ、いけ
ました。聞けました？ありがとうございます。はい。よかった。ちょっとじゃあ先に、はい。はい。あ、これでいけますかね。はい。これでじゃあ先に図書館。図書館の絵から、これ、はい、今日共有してた、ちょっとだけ。そうだそうだ、そうそうそう。見たわ。見えますかね、うん。で、こんな感じで。おお。こんなところで。ハロー美術館。そうですね。こんな絵を描いております。で、まあ、これがよく。おお、なるほど。はい、これはインスタグラムです。で、うん、こんな感じで、ちょっと見えにくい図書館。まあ、俺いっぱいこう、しゃべって、そういうの。わあ、すごいですね。で、あるので、これはずっと置いてるので、よかったら、大阪の近鉄奈良線 JR 英和駅から徒歩すぐなので、はい、行ってみてください。こんな感じで普段はこんな風な絵を描いてます、はい、またよろしくお願いいたします。素晴らしい。はい、ありがとうございます。谷さん共有しなくていい。え、何かありますか？YouTube なり、Spotify なりっていうか、まあ、Google で谷博之と出れば、いろんなところで音楽聴けますんで。あ、なるほど。あんまり曲に関しての、はい、機能がないので音しかのでいろんなところで谷博之と出ればたくさん曲が、特に Apple Music には過去の作品から、あ、Apple Music に、はい、いっぱい聴いてください。おお、素晴らしい、了解しました。はい。はい。フォローしていただけたりすれば、うん、常に情報は発信しますので。あ、はい。了解しました。そういうところでも、うん、眉とか画家で、はい。ビジュアル的なところに優れた人っていうのは、うん、やっぱり僕にはない才能なんでリスペクトします。ああ。はい。だってそれぞれの、やっさんさんもこうやって、こういう YouTuber として、こういう僕にはない才能があるので。はい、すいませんね、前消えてしまいましたけど。だから。はい、一参加者になってましたけどね、前は。めちゃめちゃ、いや、それがどうなってるかすらもよく分かってなかった。なるほど。あれは受けましたね、あれは。だから、はい、いろんな、それぞれ特化した部分、できるところ、できないところ、いろいろ人の個性っていうのが、うん、はい、こう、できる人同士がこうやって集まって面白いことをすることが、うん、さらに面白いと思います。そうですね。面白いですよね、やっぱり。まあまあ。はい。ジャケを作ってほしいです。え？自分で。あ、そうなんですか。いや、わからん、知らんけど。あれ何みたいな顔してますよ、これ。え？みたいな。なるほど。すいませんでした。すいませんでした。はい、はい、で。ということで、まあ、今回はもう、ね、もう時間になりましたので、こちらで終わらせていただこうと思います。国沢さんの周りのお友達の方、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。まだありがとうございました。おられますか、ね、ありがとうございました。ありがとうございました、皆さん。
ありがとうございました。怒ますよ。はい、ということで。はい、ね、まあ、またね、リモート配信はね、また今後も続けていくので、まあ、また機会ございましたら、また一緒に。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ、今日はね、はい、こちらこそ。じゃあ、今日はこの辺で行きましょう。終わらせていただきます。はい、はい。それでは、皆様、ありがとうございました。ではまた。ありがとうございました。はい。はい、じゃあ、皆さん、さようなら。さようなら。はい。